きました。博多もつ鍋もつ丸、もつ丸でございます。もう結構お腹いっぱいしてるな。そう、お腹いっぱいだけどここのもつ鍋は入ります。これは多分もつ鍋、運ばれてきたもつ鍋を見ればわかると思いますけど、お肉とかが綺麗に掃除されてます。あの天ぷら芋と知らなかったでしょ、パクパク入ったでしょ。絶対しないです。でしょ、はい、このもつ丸もまさにその感じです。それでこのもつ丸で数々の伝説を持つ伝説のあの方をお呼びしております。スペシャルゲストですね。スペシャルゲストでございます。視聴者の皆様、はい、これ超スペシャルだと思います。誰だろう、俺はもう見えてるんですけど、一体誰が来るんだろう。すげえスペシャルです、これ。すごいスペシャルです。はい、それではお招きしましょう、山田千景さんで。どうぞ。拍手すな、自分で。どうぞどうぞ。妻です。嫁です。いいんですか、顔をモザイクかけてもらえるわ、はい、あとお腹周りと少し。なぜ僕が彼女をここに呼んだか、男前っていうジョッキがあるんですよ。これ1リットル入るんですよ、1杯に1リットル。それを1回の食で10杯飲んだっていう伝説を持ってます。マジですか。単純計算10リットルです。1回で1回だろ、はいはい、また今日男前ジョッキ10杯言ってくれると。10杯は無理です。10杯もちょっと年か、はい、2、3年前の話だもんね、はい、何杯ぐらいですか、じゃあ今日は。1杯でんなことはねえな。1杯だろ、はい、1杯。飲むと思うよ。じゃあよろしくお願いいたします。はい、拍手いたします。お願いします。はい、もつ鍋を、はい、ちょっと3人前だけ頼むか。3人前、はい、はい、で、カワスを一つと、はい、シモツを一つ、いつもですね、はい、はい、で、タコですね、タコ一つと、はい、ごまタイ、はい、で、飲み物を、男前を一つと。男前いきますか。はい、男前って毎回奥様言われるんですか。はい。あら、嘘じゃないだろ。俺10杯いったんですよね、10杯。軽くいきますよ。お客さんで軽く 10杯いく人でいるんですか。いえ、ちーちゃんだけです。マジでこの人ね、プロレス好きだから、いろんなインディーとかは見に行くんですよ、はい、で、いろんな人と顔見知りになったりして飲み行ったりとかしてるんですよね、はい、で、ある団体の選手 2,3 人潰しました。軽く潰しました。ちなみにレスラーの人に飲ませるんですか。いや、別に飲めとは言わないんですけど、はい、なんか釣られて勝手にその選手が飲もうよみたいな感じで、飲みましょうって感じで、なんか私がおかわりするとその選手もじゃあ俺もおかわりみたいな。だから神さんはマイペースなんですよ、はい、で、神さんがおかわりするたびにその選手も、あ、負けちゃらんねえって勝手にお返しで飲んでたんです、はい、気がついたらトイレの便器抱えてねえさ。でしょ。ただね、そんな神さんもね、弱点があるんですよ。言うなよ。日本本音出てますね。日本酒とかね、そういうのが混じると、はい、ちょっとわけわかんない、前後不覚になりますね。で、前後不覚になって起こした事件が、飲んで帰ってきてコンビニで水飲んでたんですって、はい、だそのままコテンテン寝ちゃって、駐車場のあの車輪止めってあるじゃないですか、はい、あそこ枕にしてカーッて。ずいぶん高い枕ですか。高い枕。これで食うと寝た友達が起きないから、はい、そんな駐車場に寝かしとくわけにいかないじゃん、はい、しょうがないから迎え行きましたよ。でその友達に、ごめんね悪かったね、もう連れて帰るからいいよっつって言って、肩担いでエッサホッサって走って帰りましたよ。たら肩の上で揺れたんでしょ。それ以上言うな。なんすか、それ以上言うな。聞きたいよね。あ、それ以上言うなって逆に聞きたいですよね。テレビの前の皆さん聞きたいよね。それ以上言うな。そうですね。で、たぶんエッサ放送で帰って揺れたんでしょうね。家に帰って下ろした瞬間に、うるるるるるって全部リバース。これでもうぐたーって動かなくなって、そのままで運ばれました。来ました。はい、男前。よいしょ。すごい。待って。ありがとうございます。これが普通のまんま、いわゆるジョッキですよ。これ10杯。これ10杯。
そう、嘘じゃないよ、嘘じゃない。何凍りついてる、嘘じゃないから。すごい。じゃあ乾杯を。はい、かみさんの男前10杯に乾杯。よおぉ、ほんとにビール好きなんですね。大好きです、うん、だってもうほぼピッチャーじゃないですか、これ。ピッチャーですよ、ピッチャーですよね、これ。すごいな。最近でこそ、レモンサワーとかでね、行きつけのお店とかに。でももう今こうやって話しかけても半分近く行ってますからね。すごいな。はい、タワスです。はい、これがいつも。はい、これがスモツです。ありがとうございます。こちら牛スモツです。牛スモツ、はい、スモツをポン酢で食べます。これは鶏皮のポン酢です。これはもう一度食べますよ。はい、いいよ、はいよ、はい、サルクリ。ではまず鶏皮からいただきます。はい、鶏皮です。はい、失礼いたします。ビールおかわりでお願いします。同じのでよろしくお願いします。同じでです。はい、失礼いたします。きた。はい、2杯目。カウントされてるよ。ありがとう。よいしょ。こちらがごま鯛の。ごま鯛です。ありがとうございます。ごま鯛、はい、ごま醤油みたいな感じ。ごまをね、ばっかみたいに振ってんの、玉ねぎと。ちょっとしたカルパッチョなんだけど、でもオリーブオイルじゃなくて、和風のね、ごまの。私、いいです。うん、まっ。あ、ちょっともうね、食べて。食べて。うん、なんかうまいよ。うまい。ごまがすっごい効いてる。これご飯乗っけてなんかお湯かけても美味しそうな。ポン酢だけあっさりしてるから、はい、入るでしょ。入る。さっきはだけ食べてたの。お、飲み物大丈夫ですか。うんうん、今来たばかり。失礼しました、飲んでるところ失礼。いいえ。そうだ、トランドってトランドってあ、飲みない。ありがとう。飲むよ。トーム、え、結婚何年ぐらいですか。29年。来年30年か。お、来年30年ですか。よー、耐えたね。今どっちのセリフそれ。もともと彼女は一目惚れだから。あ、そうなんですか。はいよ。若気の至りだよ。いや、本当に僕が、はい、たまたま猪木さんの出るスペシャル番組に付き人として行ってたんですよ、はい、で彼女はプロレス好きだったんで、はい、彼女のお母さんが猪木さんが出るからということでその番組を録画してたんですよ。あ、テレビを録画。そう、はい、たら僕はそれ出てて、かみさんが、あ、この人猿みたいな顔してるとか言って、私猿好きとか言って、へえ。で僕を応援してくれるようになってで、会場に服を着た時に差し入れとか、はい、あと写真とかで、顔も覚えるようになって、まあ福岡に来たら食事でも行きますかみたいな話になって、ただその僕はプロポーズしてないんですよ。はい、なんかこういつの間にか付き合うようになって、オフになったら東京から飛行機乗って会いに来たりすることもありました。へえ。で、海外に行ってる時とかあったじゃないですか。で、今度イギリスに行くことになったっつって、で、もういつ帰ってくるか分かんない、うん、昔は海外線長かった、はい、まあ、いつ帰ってくるか分かんないんで、もう一回俺のことは忘れてって言ったんですよ。え、行ったんですか。責任持てないから、いつ帰ってくるか分かんないの、うん、ずっと待っててもらうのも、はい、だから彼女怒ってね。怒ったんですか。怒った。私は待ってるつもりでいるのに、なんでそういうこと言うの。はは、私待ってるからっていうか、で、はいっつって待っててくださいっつって言って、で、行きましたね。その時とかどうしてたんですか。電話ですか。いや、お手紙。
エアメール。お手紙で？エアメール、もうあの子だってそれじゃ手段ないんだもん。で、海外からだとカードでもかけれたんだけど、まあ、高いんですよ。あ、国際電話なかったんだね。そう、ガチャンガチャン落ちるんですよ。はい、なんであんな話にならないって。はあ。だからエアメール彼女に取ってくれてましたよ。へえ。こうだ引っ越しの時に荷物整理した時に出てきましたね。へえ、ラガさんからやり取りした手紙が。やり取りした手紙をね。で、イリス先生は約9ヶ月、10ヶ月ぐらいの遠征終わって帰ってきて、で、帰ってきたんだけど、ちょっと鳴かず飛ばずの時期があって、そのライガーの前、はい、なる前の時期にちょっとそういうのがあって、で、会社がもう一遍お前行ってこいって海外に、はい、で、彼女にもう一遍海外遠征の話が来てると、はい、俺としては行きたいと、はい、で、その時は待っててねって言ったのかな、ね、その時はもう、はい、そしたらあっという間に帰ってきたね、うん、4ヶ月ぐらい帰ってきた。もうその時はライガーで帰ってきました。えライガーになる件って書いてあった。そう、ライガーになるからって帰ってきました。あ、じゃあ奥様はライガーになるって聞いた時にどんな感じだったんですか？へぇへぇ、それくらいですか？うん、はい、そんな子へぇって感じ。だって猿の顔が好きだって言ったじゃないですか。でももうまあ、猿ではなくなるけれども、プロレスラーの猿ではなくなるけれども、でももう彼氏が猿だから別に。ああ、なるほどなるほど。そうか、さっきからサルサル出てますけど、サルではありません。私、人間ですから、サルではない。サルではないですね。で、ライガーになってちょっとして結婚しようかって言ったんだよね。だ5年ぐらいか、付き合い期間。やって5年。俺らどっか言うな。